じゃあ今からね、オーバーヒート対策できてるか、やってみて。はい、行きます。はい、行きましょう。ここはホンダカーズ東海安城住吉店。はい、 NSX の動画を見ていただいた方は知ってると思うんですけど、ここ NSX 泊まってた場所。はい、はい、でね、今からこれを取り付けます。はい、ディーラーだけど社外品取り付けしてくれるんですよ。おー、これがいいね。もちろん違法改造はダメだけど、それは、はい、違法改造じゃないやつとチューニング OK。 すごいよね。何が入ってるかな。これはオイルクーラーって、はい、鈴鹿走った時にオーバーヒートしてた、うん、まあ、オーバーヒートしてエンジン停止ってなったわけじゃないんだけど、高温注意みたいな、はいはい、それを抑える理由の一つとしてオイルの温度が上がっちゃうもんで水温も一緒に上がってオーバーヒートになるんではないかっていうことで、こういうものが出てるんですね。うん、これをつけるんですよ。これはオイルフィルター、うん、おそらくステーとかボルトとかそういう細かい部品だね。なんだろう、固定する台。あの、おそらく効率よく取り込んだ空気をオイルクーラーに行くためのものじゃないかと。かっこいいね、なんかね。うん、全然わかんないけど、多分これはオイルを入ってここでフィルター通ってまたここから出るみたいなやつじゃないかな。うん、そうなんだ。オイルクーラーっていうのはオイルこう循環させて、うん、それで冷やして冷えたやつをエンジンに送って、あっちっちになったやつをまたオイルクーラー通ってここで冷やしてまた行くっていう、こういう循環なのね。うん、なんだこれ。ちょっと大事なやつです。まあいらないものは入ってない。まあ予備とかはね入ってるかもしれないけど。これすごい。これが多分ダンボールみたい。これとか入る。こう入るのかどうかわかんないけど、うん、でここに空気が入ったやつがこうオイル入ってこう通って出ていくみたいな。なるほど。でここを風当たって熱いオイルが冷やされるやつ。うん、うわすごい。そのまんまの方がいいんじゃないですか。すごい太。これがオイルクーラーのこのここにつけてエンジンの方に行くんだよね。なるほどね。熱いのと冷たいのですね。熱くなったやつと冷えたやつが行くやつだね、これ。なるほど。これをここにつけるんだよね。場所はそこなんですか。場所はここだと思う。なるほど。まあ僕はちょっとこれよく自分でつけれないんで、はい、ここで取り付けをします。うん、でその後これ鈴鹿持ってきます。おでちゃんと走れるかどうか、はい、楽しみだね。楽しみですね。はい、まずは取り付けしてもらいましょう。はい、はい、着きましたよ。来ましたね。ちょっとまずね、こう見てきた。ほら出てきた。これだ。すげえかっこいいじゃん。すごい。これ何か分かる？分かんない。ここから風が入って、ここもで向こう見てて、ここにまたあるでしょ。なんかある。シュッてこっち側に行ってブレーキがする。あ、そっちの奥はブレーキなんですね。そう、これブレーキだよ。これ見て。え、あ、これここにこれ風がこう当たって、それが見えてた。そう、こっちに来てブレーキを冷やす。ブレーキは冷やした方がいいんですか？いや、もう絶対だよ。あ、そうなの？まあもうブレーキチンチンになったらもう効かなくなってくる。ただこっから入った風を
ちゃんとこういうね、誘導してる感じ、誘導してここに入れて、はい、それで最終的にここ分かる？こう通ってこっちが来て、どこ？あ、このホースだ。そう、これホースなんだけど、これね、こここれ、うん、これは風を送るの。はいはい。で、暑いから、うん、これでこういう鉄板の、まあ、鉄板というかアルミっていうか、お、はい、竹内さんです。お世話になります。かっこいいじゃないですか。かっこいいですね。いいですね。いやー、これえ、これは実際どういうシステムというか、もともとこの車にオイルクーラーっていうのはついてた？水冷式がついてます。水冷式が純正ついてた、はい、だから水温が上がると、あの、当然油温も上がるし、油温が上がると水温も上がるっていう風なん でそれをこれにすることによって、まあ、走行してる風がここに入って、でこの中全部オイルが入るんですけど、で走行風を利用して油温を下げる。いや、もう、純正だとこのシステムがなかった。なかったです。はい。こじゃあオイルクーラーはもう、まあ、ラジエーターの水でオイルを冷やしてた。そういうことです。ほんだらオイル上がったら油温、油温も上がったら上がるし、油温上がれば水温も引きずられるように上がっちゃうんで。だから、まあ、油温を下げれば必然的に水温も上がりにくい。じゃあ今度はもうこれを水で、あの、油温を下げるいうことにはならないようになったと。そういうことです。これは楽しみだな。走れますかね。じゃあこれ、このオイル、この、あの、ホースがエンジンオイルの方につながっとって、はい、そうですね。でそれがこう回って、でここでここで冷やされて、冷やしたやつを戻してあげる、また戻すみたいな。そう。しかもこれね、ここもこういう出口もね、本当に風はね、後ろ抜けないとどうしても冷えないので、冷えないからね。でも暑いから、うん、おそらくこういう素材になってるんだよね。パラー回ってるだけで、うん、すげーねー。え、じゃあここの部分は、あ、そう、メッシュが普通は埋まってる、埋まってますよね、埋まってるんですけど、こっち開いてる、あ、こっち開いてる、うん、で、それを切っちゃうっていう。カットされてる、かっこいい。もうすごい、これもうなんかディーラーの作業、すごくない？これ、まあちょっとあの場に出てますけど、今回もうちょっと仕上げますけど。マジですごいよ、もうまるでカスタムショップみたいなことやってくれる。本当ですね。まあ、こういう風になると、風がここから入ってオイルクーラーを通ってホイールハウスに抜けて、すごいことすごい、楽しみ楽しみ。さあ、これで実際鈴鹿走って、この暑い日に、はい、どうなるかっていうのがちょっと楽しみですね。はい。じゃあもうあとはバンパーつけて鈴鹿サーキットへレッツゴー。はい、鈴鹿サーキットつきました。はい、はい、完成したよ。これ、おー、これ覗いてわかるよね。これわかりますね、ついてますね。いやー、さあ、はい、今日の気温も30度超え、なかなか、はい、余裕で、天気もいいし、めちゃめちゃ天気、逆に暑い、めちゃめちゃ暑い。だからこの暑さで水温大丈夫だったらオイルクーラーでバッチリみたいな。そうですね。はい、来たよ、鈴鹿サーキット。はい、じゃ走るよね。はい、じゃあ準備してきます。はい、はい、じゃあ今からね、オーバーヒート対策できてるかやってみるよ。はい、じゃあ行ってくるよ。いってらっしゃい。
きまでランボー乗っとったから感覚が違いすぎて。何をしましょう。ボンネット変えるか。大事になってきてる。いやーマジか。まあ本田さんの名誉のために言っとくんだけど、はい、まあ、JS レーシングさんの名誉にも関わることで JS レーシングさんのフォローもしとくんだけど、はい、一応これ ECU 変えてる、はい、ただ ECU 変えても、サーモスタットを変えたりとか、はい、水温を下げることはやってる、はい、クーラントをなんかいいクーラントにしたりとか、はい、ただ持たんで、ノーマルでも、確か2週だったよね、はい、まあ、気温が若干上がってるか。いや今日の方が多分暑いとは思いますけど、まあ、とすると気持ち効いてるのかな。いや多分もうこの辺全部ごっそりやらないかんかもしれん。もう僕の中でごっそりやるとどれが有効的だったか分かんないから、1個ずつ1個ずつやってるんだけど、このボンネットとかラジエーターとか変えただけじゃダメで、オイルクーラーつけて初めて OK とか、まあ、なんか全部が必要なんじゃないかなって思うね。これを見てると後期のシビックどうなんでしょう。どうなんだろうね。いやそこはきっと対策してるんじゃないのかな。確か本田さんの YouTube 見たら 冬らしいじゃん。2月だし。あそうですね、ほんと真夏に、あの時と同じ条件な感じで真夏にやってもらったらどうなるのかをちょっと知りたいですね。だって実際のところゆっくりゆっくりゆっくり走っとって、試験員からドーンってなかなかね、これ、まあ、タイヤもゆっくり走りながら温めれるけど、うん、あやちゃんはどうだったの。もうメーターのところ大きく出るもん、水温が。そんなのは全く出ないから私はそこまでスピードは出せないっていうか、多分回転数を高いところでキープさせてないかもしれない、うん、そこまでそういけない、ちゃんと踏み込めない感じでした。で、ほんとちょっとでもアクセルを緩めて、うん、ちょっとでも本当に回転数を落とすと
大丈夫。だからもうずっとそんな感じだったから、もう高いところでキープなんか全然できてないんで。高いところでキープするとほんとダメだから私の乗り方だったら全然大丈夫なんですよ。こんな動画ばっか上げとったらもう本田さんから怒られちゃいそう。嫌われちゃいますよ。嫌われちゃいそうだよでしかもさ、ミニサーキットだとオーバーヒートしないのよ。まあそうですね、やっぱ西浦でもオーバーヒートしない、うん、三浜でもオーバーヒートしない、はい、フルコースなんで。だからきっと高い回転数をキープしてずっとっていうのが多分熱をものすごく与えてしまうことになる、ね、だからミニコースとかだと逆にその前回踏んでる時間が短くってブレーキしてまた回転数落とすから、だからオーバーヒートしないんだよね。だ多分私みたいな乗り方ですよね。でじゃあ鈴鹿フルコース走る人どんだけおるのっていうことで、まあ水温がね高くなるからタイプ R 失格じゃんとかそういうコメントもあったけど、まあ、それは、まあ、難しいよね。まあその社長ぐらいの乗り方しちゃうとちょっと大変だけど、普通に楽しむんだったらもうすんごくいい車だから。いやすごくいいんだよ。もう乗りやすいし、すごい速いしめちゃめちゃいいんですけど、そう上に行こうとするとやっぱりいろいろ必要になってくるってことですかね。ちょっとね一回冷却水とか、まあ、もうこの際ラジエーターとか、はい、やれるとこ全部やりますから、ね、極めるとそれでもう一回チャレンジ、はい